結婚50年を迎える金婚夫婦の表彰式が筑紫野市の文化会館で開かれました。西日本新聞社が社会貢献の一環として平成11年から県内各地で始めた金婚夫婦の表彰式、14回目となった今年は県内1530組の金婚夫婦から申し込みがありました。表彰式は9月に行われた北九州市を皮切りに各地区日を分けて実施されています。18日は筑紫野市文化会館で行われ、筑紫地区、粕屋郡、朝倉郡などからおよそ150組300人余りが出席しました。今年金婚式を迎えたのは1962年昭和37年に結婚したご夫婦です。昭和37年、日本は高度成長期真っただ中で、東京都が世界で初の1000万都市になった年です。また5つの市が合併し北九州市が誕生したほか、完成当時東洋一の吊り橋と呼ばれた若戸大橋が開通した年でもあります。日本が大きく変化してきた時代を生き抜き、現在の日本の礎を築いてきた皆さん、共に金婚式を迎えることができた喜びをかみしめながらこの日を迎えた夫婦も多いといいます。そんな皆さんに対し西日本新聞社から記念品が贈られました。息子様、金婚式の良き年を迎えられ心からお喜び申し上げます。これからもご夫婦のご健康をお祈りし、ここに記念品を贈り表彰いたします。ありがとうございました。夫婦ともにこれまでの労をねぎらい結婚50年を祝います。また半世紀という長きにわたる夫婦の歴史を振り返っていました。50年というのはいかがですか？そうですね、もうなんか最近結婚したような感じで、はい、今が私一番楽しいです。自分の自由にさせてもらってますから、はい、ご主人の素敵なところはどんなところですか？まあ、あの仕事やってたことでしょうね。自分じゃね、もうやっぱ飯の良いからなかなか知らんけんの、はい、ね、大切にどちらかっていうと喧嘩の方が多い年、遠い50年だったでしょうね。夫婦喧嘩がお互いの欠点をね、相手が、まあ、直すっていうか指摘してくれるから、ほんだらこっちこうというような組み合わせでやってきましたからね。ただまあ旅行とかね、そういうのにはよく行きました。やっぱり50年おったんだから認めおとんでしょうね。長いようで短くて、何様あのずっと勤めてたから、家のことは私がして、健康で二人とも長生きしたいです。いっぺんに 50年が来たような気がする。つかの間ですね、はい、ということは本当に楽しい夫婦生活だったということ。いや、もうまあそれもあるけど、まあ、それは一部です。
もう働くのがね楽しみみたいなね、もうそんなもう一生懸命な人間です。そんなご主人に一言、これまでのね、おかげさまで今がねそれでありました、ありがとうございます。今まで私が悪かったんです、あの家内がもう精神精油を私に尽くしてくれた、それが一番嬉しかったです。夫は妻を、そして妻は夫を思いながら長年連れ添ってきた金婚夫婦、さまざまな苦難を乗り越えるたびに夫婦の絆を深めてきました。50年を経ての喜びと苦労を分かち合うこの日、少し照れながらもお互いに感謝の気持ちを新たにしていました。昭和37年、高度経済成長真っ只中の日本、経済の発展は人口の都市集中となって現れ、東京都の人口が1000万人を超え、世界初の1000万人都市となりました。九州では門司、小倉、八幡、戸端、若松の北九州5市が合併してできた100万人都市が誕生しました。新紙面を全国から公募し、集まったおよそ13万5千通の中から北九州、最強、北九、昭和、九州の5つに絞り、その中から選ばれ北九州市が誕生しました。またテレビの受信契約者数が全国で1000万人突破したのもこの年です。福岡ではテレビ西日本福岡放送局が開局しました。開局したその日は朝6時45分から放送を開始。祝賀パレードでは花自動車や自衛隊、県警、福岡電波高校のブラスバンド120名が参加し、沿道は大にぎわいとなりました。東京が世界初の1000万人都市になったこの年は、数々の世界一が誕生しました。3月には八幡製鉄戸端製造所に1日の出港能力3000トンという世界一のマンモス溶鉱炉が完成しました。この第三溶鉱炉は建設費88億円、炉小から炉長まで 29.67 メートルの巨大さ、今まで東洋一を誇ってきた日産1500トンの第1・第2溶鉱炉に比べるとさらに一回り大きいものでした。7月には世界最大の日照丸が進水しました。佐世保重工業佐世保造船所で建造した世界最大のタンカー13万1000トンの日照丸の進水式は
およそ2万人の観衆を集めて行われました。世界的な石油需要の高まりと輸送コストの削減の目的で大型化が始まったもので、日本の造船技術の高さが話題を呼びました。スポーツ界でも数々の世界シーンが生まれました。別府市温泉プールで開かれた第6回九州社会人学生水上競技会女子 200m 杯泳に出場した田中里子選手は2分32秒1の世界新記録を出しました。野球では9月に後楽園球場で国鉄の金田正一投手が三振3514個打手の世界新記録を達成しました。巨人との対戦中、金田は2回坂崎を3球三振に打ち取って新記録を樹立。金田投手は長嶋か王選手の三振で世界新記録を狙っていたといいます。プロボクシング世界タイトルが8年3ヶ月ぶりに日本人の手に返ってきました。国技館特設リングで行われた世界フライ級選手権大会、タイのチャンピオンボーンキングビッチと挑戦者10位のファイティング原田の一戦、原田は闘志をみなぎらせ11回2分59秒左フックからの連打で見事に KO 勝ち、19代目の世界チャンピオンが誕生しました。その頃世界ではアメリカとソ連の冷戦が深刻な問題となっていました。両国が競って核実験を実施、キューバ問題も起こり、ソ連はアメリカがキューバを攻撃すれば世界戦争になると警告。緊張が走る世界情勢となっていました。またこの年にはハリウッドの人気女優マリリン・モンローが急死、世界に衝撃と悲しみが駆け巡りました。植木等主演映画日本無責任時代のセリフ、無責任、はいそれまでよ、いいからいいからが流行語となりました。歌謡曲では中尾美恵、かわいいベイビー、橋幸夫、吉永小百合、いつでも夢を、ジェリー藤尾、遠くへ行きたい、倍賞千恵子、下町の太陽などが街に広がり、庶民のささやかな幸福への希望を表現しました。人々の足であるバスや電車、中立労連の春闘三波統一ストに呼応して、西鉄など私鉄大手12社、中小、バスなど170組合が始発から24時間ストに突入。全国で2000万人の足を奪いました。西鉄では1800台のバス、電車がストップ。多くの人々に影響を与えました。そうですね、僕はこういう人に対してですね、やはり組合がですね、そういう相当にやれば僕はいいんじゃないかと思うんですね。それは社会が大変にこもるということは、被害がこもるということはありますけどね、やはりそこにそれだけの事情があればですね、僕はやむを得ないと思ってますね。西鉄の人の考えることもわかると思うけどね、やっぱり反対です。朝からね、とっても迷惑したんですよ。で今日なんかね、私アルバイトしてるんですよね。そしたら朝車がないでしょ、だからとっても困って遅刻もしたしね、やっぱりみんなの人に迷惑かかるからね。門司ではコレラ患者が発見されました。このため門司市はコレラ感染防止に懸命になり、市民全員に予防ワクチン接種を呼びかけました。福岡県対策本部はコレラ患者が立ち寄った門司市内の駅会場食堂など7カ所を交通遮断しました。東海湾をまたいで若松と戸端を結ぶ虹の吊り橋、若戸大橋が完成しました。
北九州市誕生の花道として3000人の市民が出席し、盛大に開通式が行われました。午前0時から一般車両の通行を始め、歩道は5時から通行できました。前夜祭には5万人の観客が訪れ、戸畑提灯山笠が夜空を彩り、若戸大橋完成を祝いました。ではこれよりはアトラクションを皆様にお楽しみいただきたいと思います。本日皆様にお届けいたしますのは太宰府市民吹奏楽団の皆さんの演奏です。太宰府市民吹奏楽団の皆さんは平成5年に生の演奏を市民の皆様にお届けするために活動するということを目的に設立されましたボランティアパフォーマンス団体なんです。全員がアマチュアで16歳から75歳まで、すごいですね。現在75名の現役団員を擁する太宰府市最大の音楽団体なんです。夏には九州国立博物館共催のマホロバコンサート、そして冬には市民ホールでクリスマスコンサート、今年は12月16日に予定されているそうなんです。ぜひ皆様機会がございましたらお出かけいただきたいと思います。ともに1日に2回の公演、こちらが満員御礼記録更新中とのことなんです。その他年間に10回ほどの市内イベントや医療施設への訪問演奏をされています。 3.11 東日本大震災以降鎮魂屋を結成し、太宰府市鎮魂隊、この鎮魂募金は被災地支援
押していまして、なんと100万円に届く勢いなんだそうです。それではその楽しい演奏、皆様にご覧いただきたいと思います。ご登場いただきましょう。太宰府市民吹奏楽団の皆さんです。
当にね、素晴らしいと私思います。この学館でございますが、先ほどご紹介がありましたが、全員が素人でございまして、今日は半分ほど、30名ほどが、参加をいたしております。50年前、それから2年後、東京オリンピックへ向けて、高速道路が整備され、ね、新幹線が整備され、ビルがどん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 建っていて、本当に元気のいい時代でございましたね。その頃、私は小学生でございました。ね、もう本当にね、オリンピックの真っ青な空に、白い肌がふわーっと飛んでいく、その姿、未だに目に焼き付いている。それからこの東京オリンピックのマーチ、ね、本当にもう耳の中にずっと残っておりましてね、空でこう歌えるくらい覚えておりますですね。懐かしいございます。さあ、この東京オリンピックの頃ですね、それから2年前、皆さんがちょうどご結婚なされたのは、一人の女性、女の子が福岡県久留米市荒木に生まれました。さあ、クイズです。この子は後に昭和の大アイドルと成長いたします。どなたでしょうか。その通りでございますね。増田聖子さん、毎年ここに呼んでいただきました。本当にありがたいですが、これまでは本当に古い曲を用意しておったんですね。ところがふと気がつきましたら、自分がいくつだって話になりまして、あ、松田聖子の曲って十分皆さんご存じじゃないかって、今日は松田聖子さんの曲のメドレーをご用意いたしました。それでは松田聖子のメドレーを聴いていただきます。こういう
画もですね、皆様読者の方があってからこそできる企画です。まあ皆さんそうだと思いますが、ここにおられる方は西日本新聞の、末永い読者の方だと思っております。これからも、地域に根付いたこういうイベント企画ごとを他の皆さんと一緒にやっていきたいと思いますので、まあ皆様方の温かい後ろ盾をこれからもよろしくお願いいたします。それでは、万歳三唱の方をいたしたいと思いますので、ご唱を願います。これからの皆様のご健勝とますますのご長寿を、記念いたしまして、万歳万歳万歳。Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.Oh,